平本俊夫市長が会場に入っております。どうぞ市長も壇上にお上がりをください。平本俊夫市長、3期目皆様のお力をいただいて頑張っております。島口俊夫でございます。皆様方にはこの何日間本当に島口俊夫の手となり足となりスピーカーとなって多くの市民に訴えていただきました。島本俊夫の2期8年間、うるま市が誕生して4年後の就任からもう8年が経っちゃった。末広がりの8、1期目に合併後の課題を片付け、2期目にこれからのうるま市のための種をまき、産業振興、経済振興、若者に雇用の場を、若者に夢を、子育ての若者に子育ての支援を、ハードからソフト、多くの仕事をさせていただきました。本当に多くの市民のご理解とご支援とご協力の賜物であります。本当にありがとうございます。高い壇上からでありますが、多くの島本俊夫を支えてくれた市民の皆様に心から感謝を申し上げます。そしてこれからのうるま市の活力ある飛躍を目指して新たなステージにうるま市は移ります。東京から小泉進次郎先生がなぜうるま市に来るのか、めったに沖縄にお願いしてもなかなか来ない進次郎先生がなぜ来るのか、うるま市の経済を、うるま市の発展をひとときたりでも止めてはならない。行政に停滞は許されない。うるま市の発展の歩みにストップをかけることは許されない。ですから国から小泉進次郎がこのうるま市に島本俊夫の支援のために駆けつけてくれるんです。皆さん、それだけうるま市は可能性と豊かな町にならなければならない。なぜ我々は合併したんですか。先行きが見えない、経済の破綻目前にして西二町が合併した、そのための課題を島の国は市民の皆さんの先頭に立って課題を片付け、これからの町の素晴らしい発展を期して多くの経済振興策を種をまいていくためにありますか。皆さん、これからはうるま市の第二の発展、自立を目指して皆様方と共にこの産業、活力ある種をまいた、一緒になって水をまき、水をかけ、移動地を育て、これから大きくうるま市を育てるんです。市民共同のまちづくり、私が掲げたうるま市の心を一つにして、12万2000市民の心を一つにして、うるま市はこれからも発展する。新次郎。さあ、お二人が手を握り、この選挙を勝つ島袋俊夫候補と小泉進次郎さんが手を握り、あと残り2日間最後の最後までよろしくお願いします。相手候補は女性であります。今日ここにお越しの女性の皆さん、
立ち上がりましょうね。絶対に女性の皆さん負けないコーデ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、聞きましたか？小泉進次郎がこの場から投票に行けって言って約束しましたね。よろしくお願いします。それでは、しばらく都市長、市長、頑張ろう頑張ろう。